異界の不可思議な現象はゼウスによってもたらされている。織田軍との死闘の後、ペルセウスはそう告白した。ゼウス、それはオリンポスの神々の頂点に君臨する王。彼は腕輪の力を使ってこの世界を作り出したのだという。全く想定していなかった言葉に反乱軍の面々は言葉を失う。だが反乱軍は進むしかなかった。現状、腕輪と自分たちを結ぶ有力な手がかりは織田信長である。彼の情報をさらに集めるべく、反乱軍は北条氏康と対峙した。ご到着、お待ちしていましたよ。宝生さん、お父様は何と？話し合いに応じる気はないと籠城してしまいました。守りは固く、正直攻めあぐねている状況です。まあこんなこともあろうかと水源によって毒を流しておきましたからね。待っていればすぐに城門も開くかと。そんな、見損なったぞ宝生殿。なぜそのような卑怯な真似を。戦に卑怯も正義もありませんよ。大事なのは勝つこと、それだけです。その言い草許せぬ。俺は行くぞ。いやいやいや、行くってどこへ。敵陣に決まっている。彼らが毒を口にする前に何としても止めてみせるぞ。馬長殿、困ったわね。行ってしまったわ。あの毒を流したって本当ですか。いいえ、技法をまいただけです。しかしあの馬長殿の必死さで敵は毒の話を信じ動揺するでしょう。あ、嘘だったのね。よかった。ええ、ご安心を。さあ俺たちも行きましょうか。馬長殿の働きを無駄にはできませんからね。長殿の危機迫る勢い、敵はきっと毒を流されたと信じるはずです。俺たちも噂を広めるために城の水源に向かいましょう。宝生殿と馬長殿がこの戦の要、二人は何としても守り抜かないと。被害が拡大する前に早く敵に水を飲まぬよう伝えねば。宝生殿、いくら敵とはいえやりすぎだ。馬長さん、とても怒ってました。これじゃあ宝生さんと仲違いしたままに。頃合いを見て義兄だったと教えましょう。馬長殿もきっと分かってくれるはずだわ。足しに来たという程度。やはり噂は本当だったか。これ以上はやらせんぞ。恨みを買うなら徹底的にやらないと。
敵を倒し、さらに噂を広めましょう。おい、水を飲むな。毒が入っているぞ。俺の仲間が。すまない。いいか、絶対に飲まないでくれ。なんだ、仲間が毒を流してるのに、それを知らせに来たお人よじが嫌がる。城の水源は確保できました。これでますます敵は噂を信じるでしょう。実際に毒を流さず、噂で敵を追い詰める。すごいです、皇帝さん。頃合いを見て馬長殿とお話を。二人が仲違いしたままでは皆困ってしまうわ。毒が流されても籠城なんて無理です。私が何とかしなければ。噂を信じた敵が突っ込んできますね。蹴散らしてやりましょう。ガクス殿、すごい勢いだけど、突破されるわけにはいかない。お強いのですね。リハチクリー、お強いのですね。私に勇気づけられます。学文献、お手合わせ願います。いざ取った。幕臣殿、敵ながらすごかったぜ。俺が出ていったべ、きっと苦労してるんだろうな。邪魔者はいなくなりました。さらに噂を広め、敵を動揺させましょう。なんて強力な毒だ。口にしたら大男でもひとたまりもないぞ。親父さんと戦うのは奴らじゃない。中にいる男だって、お前の仲間だろ。だからこそ黙って見ているなんてできないわ。だってお父様の娘だもの。内輪もめか策か。その真意を確かめるのは他だ。敵が水源に向かっているようです。嘘がバレる前に始末しましょう。水は俺が何とかしよう。だから今は絶対に飲まないでくれ。俺たち敵のために随分必死じゃねえか。ドラゴンが。強いのですね。私も勇気づけられます。貧乏が槍にかけ、来たれ水流。この子で身上そちらに下ったのだ。俺が恩があったのは北条の姫様なんで、姫様が下ったから俺も下った、それだけです。では遠慮なくお相手する。自分は孫子公、戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。自分を破るという記憶に、なんと荒々しき矛よ。あの将は敵の守りの要といっても過言ではない。撃破できたのは幸運でした。やりました。この調子で工作部隊も倒しましょう。堅牢な守りの一角を崩せたみたい。いい調子だわ。やりますね。それでも感心しているのですよ。間に合わなかった。この恨み必ず晴らしますよ。水源には何の異変も見られぬだと。なんて。せい。
が知略に挑もうとは無謀だな。龍が槍にかけ、来たれ水流。あなたが真の三国無双です。仕方あるまい、さらば。嘘をついて回る悪い子。なんだ急に。あの患者、往復する相手を間違えている。いや、知っててこの悪党を挑発しているのか。馬長殿は敵陣の奥深くにいるはずです。恩を売るために救援に向かいましょう。知れわかったわ、私も一緒に行かせて。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。わ、結構やるな。戦は知略でするもの。思い知るがよい。嘘だと気づかないのか。時を騙すよ、まず味方から。もしや毒の話は王政殿の嘘だと。もうすぐ馬長殿と合流できそうです。分身でもとっても強かったです。やっぱり忍びってすごい。少し時間がかかってしまったわね。馬長殿のもとへ急がないと。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。うわ、結構やるな。私が負けただと。おお、来てくれたか。一緒にこの者を倒そう。強者とまみえるは誉れ。これも仕方あるまい。さらば。おお、いい戦ぶりだ。なんだこれしき。俺の心は決して折れはしない。して戦える。我ら北条の力見せてやれ。結果的に門が開いたならよしとしますか。城内へ打ち入ってやりましょう。気づいているのでしょ。毒の話が宝生殿の策だったと。宝生殿は俺を助けてくれたのか。最後に話を聞かずに仲間を疑った俺を。宝生殿、策とは知らず先ほどはすまなかった。助けてくれて感謝するぞ。馬長殿が動いてくれたから策が成功したんです。救援はその恩に報いたまでのこと。宝生殿、
この戦、共に勝利をつかもう。よかったですね。これで仲直りです。これも馬長殿の正義、王政殿の策、そして直虎殿の思いやりのおかげね。いえ、私なんて全然。レイシさんこそすごかったです。やりますね。これでも感心しているのですが、自分が槍にかけ、来たれ水流。あなたこそ真の三国無双ですね。おお、いい戦ぶりだ。敵将、そこを動くなよ。負けだ。ここは絶対に通さぬ。なんと頑固な敵だ。一人一人倒していくしかないですね。彼らも親方様のために戦うぞ。敵も必死で食らいついてくる。北条の殿はそれほど皆に愛されたのです。やりますね。俺でも感心しているのですよ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。我が軍に挑め。なんという無用。私が相手では不服かな。何見事に負けちまうとはな。やりますね。これでも感心しているのですよ。ごめんなさい、こんな風に押しかけることになって。事情が終わりなのでしょう。ですが、父上をかわしませることだけは。ええ、お父様には私の口から説明します。よう、俺たちを引っかき回したのはてめえか。礼はさせてもらうぜ。来たれ水流。礼ですか。いいでしょう。なら俺はその報復として勝利をもらいます。お父様はなぜ織田軍に従っているのですか。さあ、力ずくで聞き出してみるか。そんな勝ったな。これも法政殿の策のおかげだ。馬長殿もなかなかのお人よしですね。結局は俺の策に利用されたんですよ。まあ戦に勝てて誤解も解けて一件落着です。そろそろ聞かせてください。お父様はなぜ信長に味方していたのですか。お前らも知っての通り、あの力でねじ伏せられて仕方なくだ。それ以外に悪人に従う理由なんてあるのか。仕方なくやってたが、ここで負けたのは幸いだ。これからは謙信と劉備の方につくぜ。その方が奴にとっても都合がいいだろう。お父様、これ以上話してくださる気はなさそうですね。本当にこうなると頑固なんだから。まあまあ、味方も増えたしいいじゃないですか。宗神殿と学神殿、それに小太郎殿もこっちに来てくれるんですよね。うん、氏康殿がそう判断するなら我らにも否やはない。これよりは私たちも共に戦わせてください。
挨拶代わりに教えてやろう。織田軍が持っている腕輪は一つ、残りはまだ見つけていないのでな。このお化けさんちっとも本気を出しやがらねえ。信長も頼む相手を間違えたな。本気よねえ、ならこっちでは真面目に探してもらえると助かりますよ。腕輪の数は今のところ一緒ですね。でもどうして私のは何も起こらないんだろう。相模の獅子吠えるぜ。曲がつ風が宗主公鉄壁の学文献最善の結果だな。世界に散らばった腕輪を探すのは容易いことではありません。些細な情報にも注意を払い、何としても信長より先に集めねば。残念。宝を探しているのは信長だけではない。ダッキとかいう妙な女も腕輪を探しているぞ。その人ならちゃんと使いこなせるんでしょうか。直虎殿、浮かない顔ですが何かあったのですか。え、あのすみません、私なんかのご心配をおかけしてしまって。そんな風に言わないでください。仲間の心配をするのは当然のことです。よければ悩みを話してくれませんか。私どうして腕輪を使いこなせないのかなって考えていたんです。信長様みたいにできればお役に立てるのに。直虎殿のせいではありません。実際この軍の誰が手にしても腕輪は反応しなかったではありませんか。それはそうですけど。あまり思い詰めないでください。今は捜索範囲を広げ、他の腕輪を見つけることだけを考えましょう。仲間がたくさん増えてきましたね。賑やかになって嬉しいです。そうですね。でももしかしたら他にも私たちみたいに急にこの世界に来て不安な人がいるかも。確かにそうかもしれません。彼らを救うためにも、戦力を強化するためにも、何か情報を得たらすぐに動きましょう。主膳殿、董卓の軍勢が攻めてきたとのことです。今すぐ迎撃に向かいましょう。わかった、陸さん。俺たちの戦歴に熱い勝利を加えよう。できれば家計を使えるような戦場だといいが。私もそれは望むところです。しかし今回は董卓を退けることが最優先。臨機応変に対応しましょう。学臣殿、あなたは一番乗りの功を多く立てておられるとは。はい、恐縮です。俺も
かたじけなくも徳川の先鋒を受けたまわるに、この度同じ軍になったからには今後一番槍はどちらが受け持つべきかはっきりさせておくのが最善でしょう。ついては両者の力量を比較し、それから一番槍について決めようと思います。ではまず俺ですが、直政殿の軍は赤備えと呼ばれると伺いました。また聞けば赤備えとは最強の騎馬隊に与えられる称号だとか。皆が最強と認めた直政殿とこの私などどうして比較になりましょう。ではどう判断するのが最善かお分かりのはず。一番槍はこの名をなればこそ一番槍は譲れません。先方は最強の直政殿ではなく捨て駒たるこの私が引き受けるべきかと。この話平行線のまま終わらぬ気がしてきたぞ。宗神殿、おこと若い頃はやんちゃだったね。信玄殿、突然何を。ごまかしたって無駄じゃよ。一見お茶目なわしの仮面の奥の目を見てごらん。驚くほど鋭いじゃろ。確かに信玄殿の仰せの通り、自分は若い頃はその若者らを率い徐州あたりで暴れていました。さるも曹操殿と行動を共にするようになり、自分も感化されて良き将となろうと志し、今の自分があるのです。なるほど、今ではいい思い出じゃね。お恥ずかしい限りです。信玄殿の若い頃はいかがでしたか。いや、むしろ逆かの。文学少年じゃったよ。和歌にハマっておってな、京の貴族と本を作って出す相談をしておったほどよ。それが親父にバレてな、大目玉じゃよ。武田の着手が軟弱なと、まあ怒られた。和歌もやめさせられての。しかしその叱咤あってこそ今の信玄殿があるのでしょう。今となってはご尊父との良い思い出。父親はその後追放しちゃったよ。まお互い若い頃のいい思い出じゃね。さように明るくまとめられても。ここに極まれり。
階での激闘が続く中、暴君トータクが味方の領地に接近しているとの報告が入り、応戦したのは二人の若き将であった。冷静沈着な知者リクソンと熱き優勝シュゼン、どちらも孫悟の時代を担うであろう有望な若者である。彼らは勇んで戦場に向かった。トータクの野望を怪人に期すために。トータク軍はすでに戦場に展開しているようです。我らは貨幣、苦戦は免れませんか。弱気になるな、リクソン。俺たちが力を合わせれば必ず乗り切れる。そうですね。では厳しい戦になると思いますが、よろしくお願いします。ああ、戦場が騒がしくないか。敵襲の伝令があって駆けつけましたが、すでに誰かが交戦中のようですね。俺たちも出よう。烈火のごとく攻め立てるんだ。何なんだこいつら。刃を向けてくんなら相手になるぜ。よくわからないけど、みんな切ってあげよ武蔵。いくら勝ってこようが無駄だぜ。無双の剣は誰にも止められねえ。ちょっと待ってくれ。俺はこの連中の仲間じゃない。私も見習わなければ。やるじゃねえかお前。確かにさっきの連中とは違うみたいだな。君って強いんだね。話ぐらいは聞いてあげようかな。なんて腕前だ。ぜひ俺たちの仲間になってくれ。いいぜと言いたいとこだけどよ、邪魔する奴がまだいっぱいいるからな。貴様ら好き放題暴れおって皆殺しにしてくれるわ。じゃあみんなで切りまくろ。きっと綺麗だろうな。来い、我が自由で葬ってくれるわ。策を使う余裕もないか。すぐに終わりにしてやるぜ。いい調子ですね。このまま倒していきましょう。結構やるな。その調子で行け。悪すぎたか。ずいぶん気合入ってるな。けど剣の道を極めるのは俺だ。
綺麗に切ってあげられたようだね。僕ももっと頑張らないと。お前はここで倒す。ここは引く。すぐに終わりにしてやるぜ。まだまだこの程度では終わりません。勝利のためにも突き進みます。お前結構やるな。その調子でいけ。すごすぎる。俺ももっと闘志を燃やして挑むしかない。次々と撃たれているようですね。私が止めなければ。リクソンが危ない。待ってろ、今行くぞ。お見事です。私も見習わなければ。なんという強さ。ここは引く。勝者とまみえるは誉れ。来い！勝負が槍にかけ、北へ水流！我が年順の格が違ったわ。こんな身体を晒すとは。お前、結構やるな。その調子で行けよ。私も見習わなければ。すごい、あなたこそ真の三国武装です。私の相手では不服かな。私が負けただと。お前結構やるな。その調子でいけ。覚えておれ、わしの野望はまだ終わってはおらん。よし、片付いた。二人ともこれで一緒に来てくれるな。ああいいぜ。どうせ帰る場所もねえし、それにお前たちと行けば何かつかめるかもしれねえ。武蔵が行くなら僕もついていくよ。君たちの気っぷり結構良かったしね。君たちの気っぷりすっごく良かったよ。なんか途中から君たちを切りたくなっちゃってさ、その衝動を抑えるのが大変で大変で。リクソン、さっきは熱くなってて気づかなかったが、俺たちとんでもない奴を仲間にしたんじゃ。心配無用だ。こいつはちょっと変わってるが剣の腕は確か。
戦力としては十分頼ってくれていいぜ。では武蔵殿に小次郎殿のお目付け役になってもらいましょう。そうすれば私たちも安心です。よかったね武蔵、また一緒にいっぱい生きることができるよ。なんだよ、二人きりの旅が終わったと思ったらまたくっつけられるのかよ。ま、仕方ね、その条件飲んでやるぜ。極めるぜ剣。僕が切ってあげるよ。これは執着。天下無双の武、ここに極まれり。ねえリクソン、君は家の再興のために頑張ってるんだってね。ええ、孫悟で懸命に力を尽くし功を挙げれば叶えられぬ夢ではないと考えています。どうして諦めないの？もうそのまま放っておけばいいのにさ。一族のためというのもありますが、一番は私自身がそうしたいからかもしれません。高等力士の名、どうしても再び世に知らしめたいのです。そっか、君が眩しく見える理由分かった気がするよ。名前も家も捨てた僕とは反対だからだね。小次郎殿なんでもないよ。せっかく会えたんだし、君ともっと仲良くなりたいな。これからも一緒に敵を切りまくろう。私も素晴らしい剣士に出会えて嬉しく思います。これからどうぞよろしくお願いします。よう、お前助行って言ったか。少し俺の修行に付き合わねえか。強き武人と切磋琢磨するわ。拙者としても本望、ぜひともよろしくお願いいたす。おう、なんだか堅苦しいやつだな。あ、申し訳ござる。拙者修行に打ち込むことしか知らぬゆえ。まあ俺も人のことは言えねえけどよ。なあジョコ、お前は何をつかみたくてそんなに頑張ってんだ。武の頂に至るためでござる。武の頂、そりゃまた壮大な。けどお前みたいなやつと戦えば俺にも見えてくるものがあるかもしれねえな。修行相手として仲間としてお前とはいい付き合いができそうだな。拙者も同じように感じていたところ、これからよろしくお頼み申す。修善、
お前いつも張り切ってんな。俺には気持ちに火をつけてくれる奴がいる。そいつと一緒に絶対ソングを盛り立てたい。だからいつでも燃えてるんだ。お前には熱くしてくれる奴はいないのか。そういうんじゃねえけどよ、ほっとけねえ奴ならいる。剣の腕はずば抜けてる。だけど危ういんだよ。もう何度も刃を交えてる。その度互いになんとなく気がついてる。こいつを超えねえと剣を極められることはねえ。好敵手ってやつだな。なあ、聞いてるだけで燃えてくる。けど実は武蔵殿と俺もそういう仲になれるような気がしてるんだ。熱い戦いぶりに正直火をつけられたしな。ああ、俺もそう感じていたところだ。修繕、お前とはいい付き合いができそうだな。極めるぜ、剣。僕が切ってあげるよ。切れぬものなし。